はい、楽しくカチャカチャやりながらプログラム学習その8回、今回はおまけです。一応多角形5の五角形ね、五角形の、五角形、プログラムに5を入れてやってみると、そうするともう五角形すぐ書けることが分かりました。でちょっとおまけなんですが、これにちょっと、いたずらをしてみます。ちょっとまたスピードをゆっくりにして、はい、今度はリピート、まあ五角形と同じように五角形5、そして、まあ同じように前に FD200、 そして角度を72度じゃなくて2倍曲がってみると、そうするとどうなる。はい、同じように曲がったらあそこなんだが、はい、2倍曲がって1回目、はい、はい、2倍曲がって2回目、おっと、3回曲がって、あらららら、4回曲がって、あらら、そして5回元に戻ります。はい、というわけです。実に面白い。考えてみてください。